これあずさんの荷物置きです、えー、このボックスストレージボックスが1月1日の地震の時2段目のボックスが全部等間隔にこうずれてた前に出てたんですねあやくこ落ちてくるんじゃないかなと思ったんですけどまあでもずれ方としてはこ,これこれくらいで ですかねうん、何センチだろう10センチぐらいかな10センチぐらいずつ全部こう出てたんですよねあの震度いくつだったのかなってすごいあの気になってはいたんですけどもここまで大きなあの荷物がこう本当落ちてくるんじゃないかなっていうようなあの地震っていうのはここに来て初めての経験でしたね。であのそのの話ついでに私はこの ストレージます。前あの笑顔の写真自分の笑顔の写真を見ることによって自分が笑っているという感覚に、えー、脳が錯覚してでストレスを解消するっていうところであの黒羽さんがね気ぃ、えー、聞,聞かせて、えー、送ってくれた写真が,がここにあるんだけど。 えー、その効果をちょっと話したいと思いますこれは8月私が誕生日の時に送ってきてくれた写真なんですけどこの写真は全く効果がありませんでした <laughs>、えー、なぜならばこれはもう YouTube の動画の切り抜きでこの時喋っている動画っていうのはあんまりなんかこういい思い出がないんですねもうここにここに来た時に まあそれよりもうちょっと前からなんですけどもう過敏症の症状が出ている時からの写真を見るっていうのは辛い思い出ばっかりがこう蘇ってきてしまってこれ全然あの効果ありませんでしたで <laughs> さらに嫌なのはこう私がこう人を指さして笑っていてなんか人を小バカにして笑ってる感じがなおさらなんか嫌な感じがしていて。 これもらった当初からそういうちょっと,ちょっと嫌だなって思ったんですねこの写真。えー、でもせっかくこう黒羽さんが、まあ、送ってきてくれたので、まあまあ、受け入れるっていう努力をしようと思ったんです、えー、ところが半年もうこれ見れば見るほどなんか心がすさんでいってしまって嫌で嫌でしょうがなくてもうちょっと飾っておくというかこう貼っておくっていうのが。 嫌になりましたなので捨てててるかなっっっちょっと思ってます <laughs> うーんであともう一個ねえー、と私この荷物置きっていうのはこのカメラの裏側にも、まあ、こう同じような形でお、あのー、収納してるんですけどで反対側にちょっと飾ってあるのはこっちの、えー、まあ友達同士でねあの えー今あのー、遊びに行った時の写真なんだけどこれは顔がちっちゃすぎて全く見えないもう全く見えなくて、あのー、全然笑顔になってるとかそういうの感じることもなくうーんあんまり効果がなかった <laughs> やっぱり効果がなかったですね <laughs> 残念でした。えーまあ、効果があったのは あのー、この写真なんですよねここに貼ってあるのはあの自分が、えー、ちょっとあのー、決め込んで <laughs> 撮影した時の写真で、まあ、美しさがこの写真にはあるんです。ほらいい笑顔でしょであの何、ー、て言うんですかこうまだ元気元気っていうかこう外に出てこんな風に撮影まで。 できるような状況の自分だったっていうところで <laughs> あのー、やっぱりそ,そういう自分というふうに動けてたし、えー、まだ、あのー、これは東京でね、えー、芸能スタジオで撮影していて、まあ、そういう時のなんかこう垢抜けてる感じっていうんですかね。 えー、その頃の動けてた時のことを思い出せている自分がいるんですね、えー、だからうん多分花瓶症を患った後の写真っていうのは多分逆効果効果ないんでしょうね花瓶症を引き起こす前の笑顔の写真っていうのはなんかこうこの頃はまだいろいろできたすごくでもすごくこの時もあのー もう耳栓をしてないといられないような状況の時だったんですけど、うん、それでもあなんだろうそれでもこんな風にこうに笑顔を作っていられた時ですまだこう人と対面して話すっていうことができた時の、えー、自分なんですねだからそういう自分うん。 <laughs> もうできないことがどん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 増えていってしまった時の自分がこっちの写真 <laughs> 見れば見るほど悲しくなるこうやってなんか並べて写真飾っといたらなおさらなんか辛くなっちゃったなほんとできなくなった何にここの時から。 この時期っていうのはできないことだらけになってしまってすごくつらいその中でも何とか笑顔を作って動画撮ってとっても苦しい時期だった笑顔の写真で笑顔になれずに泣いてるよ <laughs>